山口県全域がホームタウン、レノファ山口 FC。 選手一人一人が県内の全ての市町のご当地選手として各地の顔となり、住民の方々と共に走り続けています。多彩な地域活動の中で山口市と共に進めているのが湯田温泉リビングラボプロジェクト。2025年にオープンする湯田温泉パークを舞台に、産官学一体となり、世代を超えた地域活性化のための競争を目指します。例えば地元の中学生が主導するパブリックビューイングは、再生エネルギーで映す大画面でレノファ山口 FC の試合を応援する企画。大学生が発案した地産地消で作る湯田温泉オリジナルコーヒー牛乳の開発も着々と進行中です。さまざまな人々が地域への思いを膨らませる場所を目指して、未来に向けてたくさんの夢やチャレンジを応援したい。私たちのゴールは地域の方々の笑顔です。